いしょ。今日は、あ、じゃあ昨日は6期生が2周年で、ちょうど昨日リハがあったので、みんなでね集まって写真を撮りました。いつかね、みんな本当にみんなで集まれたらいいんだけど。今日寒いらしい。そうなん、いやだ。寒いの嫌だね。コッペ宿題大丈夫でしたか？結局数学と英語が終わってなかったので、それ以外を提出してでやりました。正直にまだ終わってませんって言いました今度出しますって。全然許してもらえた。担任の先生は変わったんだ。変わりました。中3になって変わって、めっちゃ優しい。静岡の写真見て、奈々ちゃんから連絡来たの。そうそうなんですよ。なんかストーリーにクラゲのね写真を載せてたじゃないですか。そしたらユナユナから結構連絡取ってるんだけど、そう LINE でね、あれノーマルカメラって可愛いってきた。ユナユナはね結構連絡取ってるほぼ毎日撮ってるくらい撮ってる意味わかんない会話しかしてないけど、 JK だからね。お披露目から2年振り返ってあっという間だった。あっという間ですよね。でもなんかまだ2年かって感じもあるし、もう2年かって感じって感じですね。めっちゃ毎日くらい連絡取ってるから、急にそんなこと言われたらびっくりしちゃったんだけど意味わかんないさ会話しか普段してないんだけど。ジョアチアと交談だった。ありがとうございます。名字川島優奈ちゃん川島だから、とうとう明日はコンサートです。七期生ちゃんが楽しみですね。
もう荷造りも終わりました。昨日やりました、ちゃんと終わりました。まずは私の目標はね、まず同級生の子にちょっと挨拶、ちょっと同い年お願いしますみたいな、おしたい。今昨日の夜にあの名前をねちょっと頑張って覚えてた。でね、楽屋のねロッカーも、もう7期生のロッカーができてたんですよ、昨日リハ行ったら。そうだからちょっとずつ実感してきてます。前髪切った、すごい、ちょっと切りました、ちょっと前髪切りました。毎日前髪切ってる説ある本当？昨日チャーハン部のやつ見て、ココペがめっちゃ生き生きして泣きそうだったどういうこと？生き生きしてて泣きそうだった。え、面白いね。ちびプラスメンバーの話題になった。メンバーの話題もう小さい頃の写真もう全部可愛くてびっくりしちゃった。本当に私って思った可愛いよね、小さい頃の写真って可愛い。ゆいちゃん、コップさんの写真が一番可愛かったって。うわ、ゆいなが、ゆいなはね、いつも私にね、ひっついてくるんですよ。ゆいなのね、制服姿を昨日見たよ、写真で。びっくり、なんかもう、全然なんかゆいなって感じがしなかった。びっくりだった。ゆいな制服着てるみたいな感じ。言える範囲でコンサートの見どころは、なんだろうね。でも昼と夜で全然違うセットリストだし、なんかなんていうの、お題じゃないけどテーマも全然違うから、夜と昼で、まあどっちも行く方は多分楽しい、絶対楽しいし、うんって感じですね。うん、夜公演はっていうか夜髪の毛何にしようかな、ずっと考えてるんだけど何がいいかなと。
でもある曲をやるので、ちょっとある曲をやるからツインテールとかもいいかなとか。2枚目の写真ポーズがセンスありまくりだった。2枚目のポーズどんなんだったっけ。知り合いが亀子さん入るからコップさんお願いした。目立つ髪型がいいね。ありがとうございます。目立つやつにします。夏コンサートの発表のサプライズとかあるかな。うん、どうだろうね。ドキドキ。なんかサプライズありそうだけど予想では何かありそうな気がするけど、なんだろうね。あった場合なんだろうって感じです。ドキドキだね。メイク中に7期生とおしゃべりできたりするんじゃない。でメイク中はね多分できないんだよ。多分ね7期生だけの多分楽屋があって、そう7期生だけの多分楽屋があって、その中にメイクさんも衣装さんもいるから、多分7期生は基本その楽屋から出れないから、多分そう6期生の時もそうだったからね。びっくりした。ユイナが先輩になると感慨深いものがあるな。ねえ、びっくりですよ。今日寒。今日は寒い。今の季節が一番服装困るんだけど半袖でもいいし長袖でもいい。
630日、ありがとうございます。630日ってすごくない？もうちょっとで700、まだか。半袖着てるから寒いんだよそれはそう。今日はロキティ着てます。いつもロキティ着てる。あと70日、移動中希望見公園の瀬戸利聞きながら来て、エモかったいいよね。あ、カレンレン来た、ヤッホー。カレンレン、カレンレンと今日は飛行機が隣ですカレンレン、なんかね、飛行機の座席が変更できるんだけど、でね、なんかチェックインするときに、なんかハンちゃんから誘われて、ハンちゃんとユイナとその3人席を取ろうとしてたの。でもハンちゃんとユイナが3人席のうち2つの席取った瞬間に、私の席だけ取れなくて、なんかもう多分人が埋まってて、急によし取ろうとした時にもう埋まってるっていうマークが出ちゃって、あらってなって、そうだからハンちゃんっていうのは2人で座ってってなりました。なので今日はだからハンちゃんの横はちょっと誰かわかんない、メンバーかもしれないけど、可能性はあるけど、知らない人かもしれない。でもカレンレンとリサキと今日は座ります。いつも日替わり。でもリサキと横になる率なんか多いんよね。帰る前はリサキ横だった、もともと席もともとリサキ横だったけど、じゃあ占いですとか言ってる。じゃあそろそろかな。じゃあ読みますと、13位、レッドファイブさんありがとうございます。12位、ニシケンさんありがとうございます。11位、パーロンさんありがとうございます。10位、ホタテさんありがとうございます。9位、シーチャップさんありがとうございます。8位、ヒデさんありがとうございます。7位、今日この頃さんありがとうございます。6位、ウッチーさんありがとうございます。5位、ムハマドさんありがとうございます。4位、タノサカナさんありがとうございます。3位、ノリペさんありがとうございます。2位、マイノくんありがとうございます。1位、クロさんでした。ありがとうございます。では今日も一日頑張りましょう。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。